ルト・オブ・ザ・ラーム。今回はSteamのネクストフェスでデモ版が公開されたこちらをプレイ。こちらカルト教団のアクションストラテジーな感じの街づくりでございます。それでは怪しげな世界に、レイッチャゴー。なんかいきなりクライマックスなんですが。いきなり死刑台送りっぽい感じだ。お家帰る。ダメだ。チェ、無駄な抵抗。小屋こっち行くしかないのね。なんか骨いっぱい転がってるし、小屋助かりそうにないな。私まだ何も悪いことしてないよ。来世で頑張れ。中央の魔法陣なんか怖いんで、代わりに乗ってもらえませんか？ダメだ。無駄な抵抗すな、話が進まんだろ。こやつが最後の生き残りだな。他の子羊どもはすでに全員斬首済みだ。この見栄によって、予言が実現する可能性は完全に消滅する。鎖に縛られたあの異端者も、未来永劫囚われの身になるだろう。そして古き信仰は守られるのだ。霊夢、まずいぞ、こいつら中二欲全開だー。だー、まだ何もしてないのに地味だぐないー。いやー、あばー。ほえ？ここは？白い部屋に謎の人物、流行りの異世界転生だな。もしやこれは転生して、私つえー、展開来たこれ？こいつは神様のチートが期待できそうだ。お前に再び命をやろう。もちろん代償は払ってもらうがな。これ神様じゃなくて絶対邪神の類だよー。我が名のもとに教団を始めよ。やってくれるな。選択肢、はいか仰せのままに。どっちもはいじゃん。強制入信入りまーす。こうして霊夢は赤き王冠を受け取り、教団を立ち上げることとなったのだった。おほう、力がみなぎってきたー。霊夢さん覚醒。ふんがー、てってれー、霊夢は剣を手に入れた。生き返ったどー。お、動けるみたいだな。やっはー、貴様さっきはよくもー、けじめ案件じゃー。復活したばかりなのに、お前剣ブンブン振り回して順応早いな。この世界、キーボードだと矢印キーで移動なのでめっちゃ動きにくい。全然順応してなかった。攻撃は C キー。どうやらシフトキーで回避みたい。小指が釣りそう。シーン、小指の突き指とかやめてくれよ。頑張りマッシュ。おらあ、異教徒どもを、ぶっ転がしてやらあ。しっかしまったり街づくりゲーかと思ったら、結構アクション要素も満載だな。私アクション苦手。おい、これは次のステージ選ぶ画面かな？チュートリアルで一本道っぽいな。なんか出てきた。ネズム。なんかもやっとするネーミングであります。まあなんかいろいろ導いてくれるってよ。あいよ。さて下が順路っぽいし先進みましょ。あうち、なんだ、そのミノムシみたいのが敵か？降りかかる火の粉は払うのみ、きれい、きれい。怒られながらも生きております。どうりゃあ。お、宝箱出てきたな。まあこんな感じで先進めてく感じかな？戦って進んでアイテム集める系っぽいな。そんなわけでー、サクッとボコって先に進む日々。アクションパートは、早送りー。そして最奥には、ネズム。やっぱりもやっとする名前。そいつを助けて無理やり入信させるのじゃ。ネズム、意外と腹黒い。ネズム中身ももやっとするやつだな。まあ適当に剣ブンブンして倒しましょ。囚われのウサちゃん助けてやらないとかわいそうだもんな。夫と敵さん増援。剣ブンブンで問題なく対処。てかお前 HP とかないの？神様チートで無敵であります。神様チートで私つええかよ。羨ましいぜ。へへへ。お、ウサちゃん救出完了。さあ今お助けするよ。ほわー。え？救出完了。超お前助け方怖ー。しようです。ドライだな。それではお次のステージへ。お、ネズムのお出迎えだ。赤き王冠を持つ者はここから教団の知恵手にできるぞ。あいよ。じゃ早速教団の知恵行ってみようぜ。魔法陣、起動ー。お、ステージクリアのリザルト画面。異教の者たちを粛清した、けじめ、完了。教団本部に到着。あ、またネズムだ。
このボロボロの遺跡が教団の本拠地だ。やることは多い。信者に指示して素材を集めよう。さっきのうっさがお届けされたな。じゃ早速作業指示とやらやってみますか。どうか、助けてください。それでは貴様は今日からマリサに改名だ。カタカナ表記とはいえ私の名前、可愛らしさ 100% だな。何が可愛らしいだ、この豚野郎。おい、戦の後で荒ぶる気持ちはわからんでもないが、可愛いマリサを豚にすな。ヒーハー、神肉持つ王。すっかりカルト教団に毒されておる。さあ豚野郎マリサ、洗礼を受け、生まれ変われかわいそうなマリサ、白豚になっちまって。白豚マリサよ、貴様は木材をかき集めるのだ。拠点構築開始。おっととっと、熱っぽった。信者には食事が必要だ。調理用焚き火を作れば調理が可能だ。んじゃ、素材集めてサクッと作っちゃいましょ。素材はその辺の木材と落ちてる石で大丈夫だな。素材が揃ったので建築場所を決めます。やっと街づくり芸っぽくなってきたな。では調理用焚き火はここら辺でポチッとな。お、マリサが建築してくれてるな、偉いぞ。無事完成。教団の満腹度は左端に出ます。食料は生鮮や農地から収穫できます。とりあえずベリーが茂ってるのでこれ集めましょ。7個で料理が作れるみたいだな。素材が揃ったのでレシピを選んで、料理。15% の確率で、食べた直後に信者がうんちします。クソどうでもいい情報だな、うんちだけに。調理中にうんちの話はやめなさい。なんかミニゲームみたいの始まったぞ。真ん中にタイミング合わせれば調理完了かな。まあ、これくらいは楽勝か。祭壇を作るために信者と金貨が必要だ。古き信仰持ちで両方揃うぞ。そんなわけで魔法陣の奥が解放されたので行ってみましょう。何やら祠みたいなのがあるな。あ、奥の扉が解放されるっぽい。よくわからんけどとりあえず開けてみましょう。あ、なんか突然マリサが湧いて出た。おい、私の可愛いマリサからなんか魂みたいの出ちゃってるぞ。まあ扉は無事開いたみたいでよかった。いやいや扉よりマリサを心配しろよ。あ、マリサー。さらば、白豚マリサ。こうして愛しのマリサは生贄となり儚い最後を迎えた。おやこれは何でしょう？ HP 的なあれじゃね？せっかく転生して私杖展開だったのに。こっから先は殴られたらちゃんと死ぬっぽいな。なるべく死なないように頑張りましゅ。さあ戦うのにおあつらい向きの武器持って、さっさと聖戦に行ってこい。あいよ。新力、敵を倒すことで回復する呪いの力です。何やら新たな力も手に入れたし、これで戦えるかな？そうして、森で戦いに明け暮れてたら、新たな存在が現れた。お、真っ赤な傘みたいなのがカードを目の前に出してるな。一枚カードを引かせてやる。カードの力を与えよう。新たな力、これはありがたい。左が HP 最大プラス1で、右がレアアイテム出現確率アップだな。んじゃ、死にたくないので HP アップにしましょ。これで生存率アップだな。パワーアップした私、森を踏破し新たなステージへ。道のりは長そうだな。しかし、奮闘虚しく。おほう。第一部、完。キーボードでアクションゲームなどできるかー。小指がつるわ。残念、アイテム 25% ロストか。続けるでリベンジじゃあ。あ、でも終わりになった。デモ版は死んだら終わりなのね。こうして最初からやり直すこととなった。ふっくー、ゲームパッドを接続した我に敵なーし、今度はボスまで到達できたぞー。最初からゲームパッド使えよ。ここからは、懐かしの Xbox360 の有線コントローラーでお送りいたします。もう15年以上前のやつじゃねえか、物持ちいいな。それではボスのお出ましー。ぎっしょ？もうちょっと、可愛い感じでお願いしたい。まあ諦めてさっさとボコっちまえよ。キモゾウ、ご覚悟。お、雑魚敵生えてきた。初見プラス道中で HP 半分ほど減ってしまってるので、ちょい離れつつ様子を見ております。これは長期戦になりそうだ。安定の早送り案件。だが奮戦虚しく、おほー。第二部、ガーン。三度目の正直じゃあ。三度目ともなればプレイヤースキルも上がる。最初のステージ4分かかってたのが2分切ったよ。デモ版のゲーム無駄にやり込んでんじゃねえよ。
こんの肝ボスが、めっこめこにしてぶっ転がしてやるー。この調子ならあっさり倒せそうだな。まあ初見の時はビビりすぎただけで、ボスそれほど硬くないから大して強くないっぽいよ。最後は華麗に必殺技だあ、キモいの治った、よかったな。こうして無事信者をゲットし、教団本部への帰路に着くのでした。ステージのリザルト画面が出た、無事クリアできてよかったな。時間は11分、そこそこ楽しめました。では続きを。はい、デモ版ここまででーす。あら残念。カルト・オブ・ザ・ラームは8月12日発売予定。気になった方はお手に取ってみるのもいいかも。ではこんなところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。励みになります。やる気に満ち溢れると更新頻度が早くなるぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。